はい、おはようございます。村田です。さあ、というわけで本日はですね、ビビるくらいいい波。そうですね、見た目めちゃめちゃいいです。見た目も自分の中で最近での千葉でね、話すと85点90はしてますよ。入ったらどうなるのかっていうのはわからないし、すぐ風入ったらね、この今目の前に割れてるコンディションが終わってまう可能性あると思うんやけど、結構えぐいわ。サイズの方も頭オーバーぐらいあって、人も少ないし、めちゃめちゃ良さそう。波、久々に千葉でこんないい波見たなって感じやし、しかもなんかほんと秋入ってから天気も永遠に悪かったし、波もほんと悪かったし、最悪なこと続いとったんやけど、今日は天気もええし、あの波もいいってことでテンション上がるなっていうことなんですけども、昨日ね、めちゃめちゃ悲しいニュースがこう携帯見てたら回ってきてまして、宮崎のレジェンドサーファーの40歳の方がサーフィン中に溺れて亡くなってしまったという本当に悲しいねニュースが流れてきたんですけど、しかもビッグウェーバーなんですよね。だから本当にプロサーファーでありビッグウェーバーの方でもこんな悲しいことに、悲しい事件になってしまうのに、そうでもないプロでもない方が油断して遊びで俺はいけるだろうとか、いや人がおればいけるだろうとか甘い考えやったら、絶対にね、絶対に悲しい事件に、悲しい事故になるに決まったんやから、本当にサーフィンとか自然のスポーツってマジで油断できんと思うんですよね。もう車のさ、運転の事故だって油断しとるやつがそういう風に、油断してるとそういう風になってしまうこともあると思うから、常にこう危機感持ってサーフィンやったり運転とかもしやなかんなってね、改めて考えさせられましたね。どうですか？いやもう本当にそうです。だから俺はプロだからとか、俺は上手いから、正直僕もね、プロだったらいけるんかなっていつも思ったりしちゃうの、勝手に。プロってすごい人だから、でまあ上手い人も上手いんだけど、結局さ、自然の力に上手いとかプロはかなわないんだよ。そんなだって波木で俺立っとれるぜって立っとれるわけないんだからさ、でそこを過信しずに、で僕ぐらいのヘボイドはやめとこうって思ってさ、やっぱりそのぐらい自分はこれは無理だからってこうやめる勇気もいるじゃん。せっかく東京から来ちゃってもったいないから入ろうっていうのが一番危険だから。たまに昨日かな、一昨日海見に来たんですよ。そうしたら結構パドルがままならんのに入ってて、40分ぐらいずっとテトラの横でハマってる人いて、マジ危ねえぞと思って見てたんだけど、もう危機一髪じゃん、あなると。その人はうまく戻ってきたけど、やっぱりテトラなんかね、あの人工物があるとこは特にだけど、やめた方がいいなって、自分のやめる勇気もいるんじゃないかなって思いましたね。この間僕の方にコメント来てた内容があって、めちゃめちゃ波でかい時に入って、でテトラの裏にこう流されてって、あ、これ死んだわと思ったら思ったんやけど、こう痛せてでもこうテトラのよじ登って傷だらけになりながらでも帰ってこれたけど、本当にこういう死の思いでしましたってコメントも来てたし、で最近もね、湘南でそういう悲しい事件やった、事故やったり、でこの間も千葉かな、9月も千葉、ここで、ね、堤防のとこでそういう事故もありましたし、1秒1秒、 0.1 秒ごとに本当に危機感を持ってせな、本当に悲しいことになります。いや本当にそうだね。本当に一番は変な自信を持たんことですね。まあそうだよね。まあでも今日もさ、メンツルだからいいと思ってもめっちゃ流れある時あるし、やっぱ人が入ってないとこはやめた方がいいね。そう、まあ、いっぱいおるとこは多分大丈夫だし、あといっぱい浮いとるとさ、その浮いとる人の流れが見れるじゃん。ビャーッと右に流れたり、ずっとパドルしとる場合はカレント強いからさ、まあ0人の時はやめときましょう。サメがおると思った方がいいですね。自分も本当こう誰も入っとらなくて、これやばいなっていうコンディションでもたまにこう一人で挑むっていう感じで入ったりすることあるんですけど、そういう時でもちょっとしてこう何ていうの、こう試しながら行く。もう超危機感を持ってるから一人やから当たり前でさ、テトラがこういう風にやって、普段はこうテトラをこうスレスレでね、起きてやるんですけど、いつも通りこうスレスレで行ったらもしかするとテトラの裏側に連れてかれるかもしれんから、そこをもう最初起き出るのにこうなんていうの、起き出れんくてパドル疲れてもそんな怪我するより疲れるなんかどうでもいいから、一旦こうテトラから離れながら沖に出てみて行って試してみるとか、ちょっとしたこういう工夫とかも本当に大事だと思うから、ぜひ皆さん、ぜひというか、あのこういうビッ
フェーバーの方でもこういう風に悲しいことになってしまうから、自然は絶対に舐めんように常に危機感を持ってサーフィンしてほしいなと思います。じゃあ行きましょう。右から上がってね、波はこんな感じで結構ね面も良くてね、いい波見えるんです。まあね、乗ってみないと分かんないですけど、でもいい波なのでね、選べば間違いないでしょう。こんな感じでね、あ、おわんちゃんここにいた、間違えてた、ちょっと取り残したの。あ、行く、これ、あ、前におるけどどうすんだ。ワンタン入れて、ターン入れて、最後ヒット、おー、いいんじゃないですか。前に行きました、ワンタンしっかり、おっと前に出てますね。行きま、あ、行けないんか。ちょっとね、今日はね、この海がグレーに見えるから撮影が結構困難なんですよね。お、行きました、いい波だぞこれ。あー、ないか、あー、ショルダーがなかったか。行ったぞワンタン、あー、何、また引っかかっちゃ、あ、もう一回行った、面白いなこれは。また起き上がって、すごい身体能力っていうかね、体感っていうかすごいっすね。前に、面白いライディングでしたねこれは。はい、というわけで数本乗り終えてきたんですけど、思った以上にやっぱね、そんな甘くなく波は難しかったっすね。なんかやっぱいい波で形はすごいいいんですけど、やっぱなかなかトップでこうスパッてこうキレのある、こうメリハリのある波がないから、そこがマジむずいなと思ったんですけど、まあでも形もいいし波あるし最高なコンディションでね、いい練習できてるなと思うんですけど、ちょっと数にね乗れてないってこと、いいライディングもまだできてないから、ちょっともう一回ねリベンジしに行くんですけど、まあ改めてね、あのボトムこういう本当緩くトップがスローで割れてくるような波は、やっぱ前も言いましたけど、ボトムターンをしすぎないっていうところが逆にコツかなって改めて思いましたね。やっぱうわーって降りてしまっても、そこの上り詰めるまでの間に失速するから、結局ねターンが甘かったり、こうそのターンを逃してしまったりするから、次はちょっとねボトムはちゃんと取るんやけど、深すぎずちょうどいいボトムターンをイメージしてそこをやっていきたいなと思います。ぜひラグビー問わず持っていけたらいいかなということでやっていきたいですね。なんか曇ってきてさ、はい、ちょっと天気悪くなりそうなんで早めに行きたいですけど、はい、風も入ってきましたしね、ってところで、はい、その辺も練習して意識していきたいと思います。あのレギュラーのさ、いい波に見えるようで消えてくやつがワンターンで引っかかっとったじゃん、はい、あれは何、フェースの角度は急に変わるから、うん、急に変わるっていうのもあるんですけど、なんかこうボトムを折るときはやっぱ顔と波が近いから、どうしても錯覚で張ってきとるように見えるんですよ。あ、なるほど。だから変に力入れてしまう、だからそこをあの鏡込まずしっかりと浅めのボトムを取ると波と自分の距離感がつかめるから、あ、ここは軽いなと思って、それに対応できるターンができるからいいかなと思いますね。でも結構昔からさ、コーチに言われることがさ、波と自分が近すぎる、はいはい、だからブレーキが速く見えて走りすぎてしまうってとこだと思うんですよ。だから一回波がこうあったら、あ、やっぱ走りすぎとるなと思ったら、このレギュラー振ったやったら、レギュラー方面走ってる時やったら、この左の肩をちょっとこう開いてあげるんですよ。開いてあげるとノーズもね、こうふわっとこうこっちに行けるから、波との距離が出るから、あ、こういう感じかで波のことを理解できるから、さらに次に繋がるかなと思います。バックサイドならね、あ、走りすぎたなと思ったら、この肩をいつも開いてる肩をこここうパッとね閉じてあげると、こういう風に一回波と離れていけるんで、そこかなと思いますね。これ結構ロングとかショートとか関係なく共通することだと思うんですけど、あとね、バックサイドね、1本めっちゃいいヒットあったんだけど、あれちょっと申し訳ない、本当に皆さんにも謝るけど取り残しちゃって、バックサイドのワンターン早いけど結構なに惚れた波来てますね。かなり惚れとるし、あとはなんか、あ、やばい、このセットでダンパかなと思う波、意外とワンターンできて、それも練習になるんですよ。で2本目のね、しっかりヒットして、ちょっと前に
もたっとは若干したけど、あれも結構掘れてきて、それ取ってますけど、バックレフトの方が張ってくるか、あれもし運よく2ターン入ったらね、エクセレント出るんじゃないかっていうライディングだったから、そこもちょっと両方とも意識していきましょう。はい、そんな感じで上手い選手も続々と、いい波なんでね、集まってますから、自分も頑張っていきたいと思います。はい、1回上がってね、もう1回、まあ、こうやって1回上がってね、陸から波を見るっていうのもすごいいいことでね、いや、もう1回取っていきたいと思います。お、行ったぞ、ワンターンカーブ、いいカーブ入れて、もう2ターン入った前に、おし、お、出ましたね、良かったと思います。ヒットはね、ちょっと違うんですけど、際どいところのターンが良かったんじゃないですか。紫スポーツのね、横浜店のライダーさんです。行きました、ワンターン入れて張ってこない、やっぱレフトの方が張るのかな、ちょっと風入ってきてコンディションもね悪くなっちゃってきてますね。行ったぞ、スピードつける、どん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 、おっと、あっ、どうだ、エアセクション狙ったと思うんですけどね、思ったよりこの発射台がなかったのかな。まあでもいい練習、入った時は風なくて今は風が強いっていう感じでね、やっぱ急にこういう変化、あと空も曇ってきてるので、まあ、雨も降りそうっていうことでね、まあやっぱりどうサーフィンは時間帯でコロコロ変わっちゃうよな。はい、というわけでね、朝練習やってきたんですけど、ちょうど2回目は1回目であかんかったから、ボトム取りすぎて上でこう、なんていうの、逃がしてしまうっていうところで、まあ、ちょっとそこを改善しようと思って意識したんですけど、いや、ちゃんとね、改善できて、トップターンでこうちゃんとバーンとかいう激しいターンはなかったけど、そこにその波に対応する、まあ、カーブやったりとかで、まあ、そこしっかり波に合わせれたかなと思いましたね。バックハンドはまあ南乗れずって感じやったな。なんか風も強くなってきて、よれてきて、よくなくなってきたっすね。ってことで、まあでも今日一日というか朝練習通して、久々に南やったから、楽しく練習できたし、よかったなと思うんやけど、どうやったんですか？はい。まあヒットっていうより、こう、際どいセクションでターンしたり、カーブしたりね、そういう練習はできてたから、はい、そこでもう一発掘れてきたところでヒットしてバリエーションすると、こう全体的なバランスがいいけど、その練習としてはね、際どいところのターンはすごく良かったと思うし、まあ、フィニッシュもね、こけずに行くっていう、後半のがこけてないところもあったし、まあ良かったんじゃないですか。はい、まあ、ちょっと波難しかったわ、なんか寄れてるからね、そこがマジむずいなと思ったんですけど、まあ、サーフボードのおかげかなっていう感じかな。はい、というわけでね、今回最後にね、ワンポイントアドバイスしていきたいんですけど、おー、遠すぎて細く見える。あ、この距離でこれから行こうかな。あ、いいね、この距離の方がいいよ。はい、だいぶ15キロぐらい落ちましたね、この距離だと。いいね。これ最後にね、皆さんにワンポイントアドバイス話していきたいんですけど、その内容は何かと言いますとですね、今日僕がレギュラーで練習していたレギュラーでのねじり込みカーブを皆さんにワンポイントアドバイス話して終わりたいなと思います。カービングってめっちゃ種類あってさ、こう上から下まで切り裂くようなカービング、ダウンカーブって言うんですけど、ダウンカーブもあったり、そのねじり込み、うわーっといってこういったら、この後ろ足でしっかりとこの、なんていうの、コンパス、こっちが針でこっちの足で円を描く、鉛筆でここは円を描くようなカービングもあったりするんですけど、今日はこの左足軸にコンパスの針を使ってこの円を描いて、ここでしっかりと丸を描ききらないコンパスを使ったカービングの練習を皆さんに話していきたいんですけど、イメージはめちゃめちゃみんなあると思うんですよね。例えば後ろ足を意識しすぎて、このウィリーしたまんまカービングをして、何も波にパワーを与えず、カービングなのにスプレーも飛ばずレールも入ってないカービングがよくあるんですよ。こういう風に言って、この本当にこの前なんかウィリーしながらやっとんかなってぐらいの、こういうカービング、ノーズ上がってしまうカービング、これいうのもあると思うんですけど、今日はね、しっかりとレールをフルレールで行って、しっかり軸、こっちの前足をコンパスの針にして、こっちで円を描きながら、しっかりとここでぐわっとね、えぐり込む、
これ結構ボトムターンが本当大事なとこであって、なんで大事かっていうと、ボトムをしっかりとセットしないと、こっからね、例えばまあここ、これが波のトップラインやとします。この線がね、この走ったまんまわーっと行って、走ったまんまこっから真横のノーズが真横、大きい車で無理やり小回りする感じになって余裕がないんですよね。本当完成形をこの角度で、ノーズはあっち向いとんのに、まだこのリップラインのとこにおって、ノーズがまだこっち向いてたら、どうやってこっちに向けるかって話で、もうこっからさ、スケボーみたいに180すればさ、あっち向くんやけど、そんなんできんから、そこで一番大事なのがボトムターンでのセッティング。ボトムターンふわーっといって、しっかりと大きい車に乗っている、もう車体がもうグラディエーターぐらい長いやつに乗っているイメージで、しっかりと大回りして、ノーズをなるべく10時から12時の方向に向けて、しっかりと向けたまま、そっからゆっくり、もうスペースめちゃめちゃある駐車場で大きい車を大回りする。でそっからのポイントなんですけど、こっからめっちゃ大事なんやけど、しっかりと大きい駐車場でうーんってゆっくり余裕ある感じで回りました。でも回りまして、こっからめっちゃ大事なんですけど、こっから一気にこういう風に行くんですけど、ここで一気に車のこと全て忘れてください。ここまでめちゃめちゃ車の話して、いきなりかよってなるんですけど、ここからは車の話を捨てて、ここから一気にコンパスイメージします。ここから行ったら、自分のこっちの足はコンパスの針で、こっちはペンと考えて、大きく回ってノーズの角度が10時から12時の間の角度で、まあ、ターンが入ったとしたら、次9時か8時の方向にノーズが向いた瞬間に、しっかりとこっちに重心を乗せる感じ、ここに一気に重心を一気に乗せてあげるんですよ。乗せてあげて、このおへそをもうビーチ側に一気にこういう風に向けることによって、骨盤が回るんですよ。骨盤が回ることによって何が起きるかっていうと、しっかりと向きたい方向に、おへそが向いてる方向に体がついてくるんで、そこで一気にグワッと、ね、カービングができるようになるんですけど、でもここでこんなん言われてもわからんかなって、ね、難しいから、そこでコンパスをイメージするんですよ。しっかりとこのこっちで動かすイメージ。みんなこっち力入れすぎて、こういう風にターンになってしまうんですけど、しっかりと前足も重心乗せて、こういう風にね、カービングすることによって、いろいろなカービングやったり、この力強いねじりカーブにつながるかなと思います。どうでした？疲れ様。はい、ちょっと長すぎてね。いや、長すぎたからさ、むずいんやけど、わけわからんようになってきて、途中で居眠りしとったけど、わかりますよ。両足を使ってクリーンとコンパスに回るっていう意味ですね、簡単に言えば。そうです、まあ、あのそれやりたい人は絶対わかると思います、はい。まあ、すごい難しい話でさ、言葉選び難かったんですけど、ぜひ皆さんもね、参考にしてみてほしいなと思います。ちょっとね、盗める言葉だったら盗んでほしいなってことで、ちょっとまとめるの難かったんですけど、まあでも結局はもうしっかりとレールターンして、ノーズを上げずコンパスみたいな感じで、で後ろ足重視じゃなくて、前足をしっかり止めながら、そこで円を描いていくっていうイメージでやってみてください。というわけで、そんな感じで終わります。ということで、本日もありがとうございました。はい。